皆さん、こんにちは。今回は3コインズで見つけたこのね、500円のライティングタブレット、こちらをご紹介していきたいと思います。 8.5 インチのこのね、ライティングタブレットなんですけれども、でね、これがね、その中身の商品になります。ダイソーでもね、550円で売っていたんですが、なんかね、すごく似ているんですが、ちょっとね、違いがあります。それをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。一つ目の違いは、このね、ゴミ箱マークなんですよね。このゴミ箱マークが、ダイソーの場合はね、このこちらがね、上に向いてついていたんですね。でね、ここに紐がかかるような感じになっているので、まあこう下げて使う感じになっていたんですけれども、今回ね、こちら3コインズで売られているものは、これね、ゴミ箱のマーク、こちら向きに絵が描いてあるんですね。ペンが上になっています。そして一番の違い、これなんですよね。これ何か分かりますか？これね、自分で好きな位置に貼り付けられるようになっていたんですが、これね、マグネットなんです。マグネットが付いていることによって、こうやって冷蔵庫とかね、ペタッとね、くっつけて使うことができるようになっています。はい、こちらね、冷蔵庫の横に貼っています。こうやってマグネットが付いていると貼って使えるのが便利ですよね。ここがね、一番大きなポイントだと思います。ここにまずペンが付いているので、このペンを外します。そしてこのね、一番下の部分にオンとオフのね、スイッチがあるんですね。これをこうやって切り替えて使います。子供がね、絵をね、描いたっていいし、そしたらね、ここね、ピッてゴミ箱のマークを押すと消えます。で、もしね、すごくね、上手な絵が描けたとしますよね。こう、まあ、うまくはないんですけど、そしたらね、これね、スマホで撮影をして残しておけば大丈夫。これね、消えちゃうので、このまま残しておくことはできないです。でも、スマホとかでね、良い作品ができたら撮ってあげる、まあ、そういう使い方もできると思います。で、もうここね、ピッてゴミ箱マークを押すだけで全部消えます。まあ、一番使い道があるとしたら、まあ、メモ書きですよね。例えば、牛乳、マヨネーズ、すいません、字がね、汚くて。例えば冷蔵庫に貼っておいて、足りないもの、今度買いたいものを書いておいて、それをね、スマホで撮って出かけて買ってくるとかね、そういう使い方もできますし、予定をね、書いておく、メモ代わりにすることもできます。家族に帰宅時間を知らせたりすることもできますし、例えばね、子供にどこに行ったかメモをさせておく。そうしたらね、お母さんが後で帰ってきて、あ、たかしくんの家に行ったんだなとかね、ちゃんとわかるようになる。そういうね、伝言板のような役割もできると思います。とにかくこちらは簡単に書けて簡単に消える、これが特徴なので、すぐに必要なくなる、こういう伝言のようなことにね、使うのがね、一番いいのかなと思います。例えばお店の人なんかでもね、今日のメニュー、今日のおすすめみたいなのを書いてね、どこかに貼っておくとかね、アイデア次第でいろいろ使い道があるライディングタブレットだと思います。大きさはね、 8.5 インチ、すっごく軽いので、例えばね、バッグとかで持ち歩いても全然苦にならないと思います。ちょっとね、マグネットを貼るとね、重量は増しますので、持ち歩く場合にはこのマグネットをね、くっつけなければいいと思います。家で使う時にはね、このようにマグネットを貼って使うのがいいのではないかと思います。電池はね、コイン型のリチウム電池 CR2025、 こういうものを使います。そして8000回約ね、使えます。使用環境により異なりますということです。このボタンを押して消して、ここの電源を切っておく。これで電池の消耗が防げると思います。で、電池をね、切った状態で書くと、まあ書けるんですよね。書くことはできます。だから書くときにはね、電源をオンにしておく必要ってのは特にないですね。ただね、これを押しても消えない。まあこういうことなんですよね。電源をつけて使用するのは、これをね、まあ、消すときだけで OK です。
書くときには特にこれをね、オンにしておく必要はないと思います。家族間のコミュニケーションですよね、一番は。あとは自分のメモ書き、覚え書き、そういうものにね、すごく使えるんじゃないかなと思います。そしてやはりこのね、マグネット、これがついている、これがね、ついているのとついていないのとではね、だいぶね、違うんじゃないかなと思います。やはりね、どこに置いておくかって言ったら、やっぱ冷蔵庫とかにね、ペタッと貼り付けておくのが一番ね、簡単ですよね。このマグネットの位置は貼り付けるので、自分がね、好きなところに貼り付けることができます。ゴミ箱マークの向きがこのようにね、下に位置するような感じになっているために、こうやって私は上の方にこれを貼り付けました。それでね、こうペタッと冷蔵庫とかに貼って使用をしています。そしてね、ペンはこちらにパッと戻して、このまま冷蔵庫とかにペタッと貼り付けることができます。今回は 3COINS で見つけたライティングタブレット8.5インチ、こちらね、マグネット付きなのですごくね、便利に使えると思います。このチャンネルではいろいろないいものをご紹介しています。自分でね、実際に試してみてご紹介しています。ぜひチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。